んにちは。今回ご紹介するのはこちら、風呂敷です。この風呂敷っていうのは、まあ、布なんですけれども、あの日本からあの物を包むものとしてすごく人気というか、代々古くからあるものになってますね。で、そうですね、1枚あると結構便利で、いろんな包み方ができるので、ただの布かと思いきや、いろんなものが包めるっていう、かなり便利なものになっています。でですね、日本のお土産といえばこちら、日本酒になります。なのでちょっと今日は日本酒を包んでみたいと思います。ではではでは、ちょっと風呂敷挑戦してみます。いきます。うまく包めますかね。私もちょっとあんまり風呂敷やったことがないので、ちょっと勉強になります。こういう感じで、あんまり風呂敷を包む、風呂敷で物を包むってなかなかないので、寝かせると書いてあった。で、結んで、ただただ包むだけじゃなくて、ちょっとバッグみたいになるっていうのが特徴みたいなので、最後に、よいしょ、持ち手を作ります。これ結構重要ポイントですよね。持ち手がないとただ包んでるだけになっちゃうので、よいしょ、これで風呂敷こんな感じで完成です。できました。どうですか？風呂敷結構便利ですね。思ったんですけど、全然結構古いものって感じなんですけど、現代のものでもちょっと覚えちゃえば、こういう感じで布一枚もバッグになっちゃうので、かなり便利だと思います。ぜひぜひ皆さん、お土産として風呂敷ぜひ一枚、結構活躍すると思うのでゲットしてみてください。それでは日本の旅行を楽しんでください。バイバイ。